日本人が英語を学ぶとき、単語の壁にぶつかることがよくあります。どんな壁があるのか、例を挙げて説明します。英語と日本語でと音が似ていても意味が違う。言葉があります。これを間違えると大変。例言えば、英語のイベンチュアルは最終的なという意味ですが、日本語では結果的にという意味ですし、使うことがあります。The eventual outcome was surprising は結果的に驚く結果になったという意味ですが、 eventually the event was cancelled は結果的にイベントは中止になったという意味になり、最終的にという意味ではし使いません。他にも、sympathy は英語では同情という意味ですが、日本語では共感という意味でし使うことが too 多いです。I feel sympathy for the victims は被害者の方々に同情しますという意味ですが、 I have sympathy with your opinion はあなたの意見に共感しますという意味になります。最後にファブリックは英語ではプ・布という意味ですが、日本語では構造という意味でもし通貨あります。 This fabric is very soft はこの布はとても肉柔らかですという意味、ユリさんある意味ですが、 The fabric of society is important は社会の構造は重要ですという意味になります。外来語。日本語には英語から来きた言葉がたくさんありますが、英語とは意味やし使った違法方が一が生んでいることがあります。これも誤解の原因になります。例言えばコンセント。英語ではコンセントと数かいて同一同意という意味ですが、日本語では電気へのコンセントという意味です。Can you give me your consent? は同意してくれますか?という意味ですが、あなたのコンセントをください。と間違えてしまう人もいるかもしれません。他にも、バイキング。英語ではバイキングとスッとはかいて、バイキングという意味ですが、日本語ではビュッフェという意味です。Let's go to the Viking restaurant はバイキングレストランに行こうという意味ですが、ビュッフェレストランに行こうと間違えてしまう人もいるかもしれません。最後にマンスリー、英語ではマントリーと数書いて毎月のという意味ですが、日本語では月刊誌という意味です。I read a monthly は毎月を読よ見ますという意味ですが、月刊誌を読よ見ますと官民間違えてしまう人もいるかもしれません。ミーティングも英語ではミーティングと数がいて会議と
という意味ですが、日本語では大うちにえいわわせという意味でし使うことから多いです。 We had a meeting at the office は会社で会議をしましたという意味ですが、会社はし会社でどうかわるみじChanter sir, or sir, aggressor. That's what I mean. I know Kurt Proxuchi. The mami, 間違えてしまう人もいるかもしれません。英語と日本語のアビーチが意を理解し、実際に使いながら覚えていきましょう。